まあいいシーズンでしたけど、まあ結果的にはタイトルも得ることができず、まあ満足、完全に満足いくというシーズンではなかったかなと。言った通りやっぱタイトルが取れなかったので、まあチャンピオンズリーグの権利もそうですし、まあ来年に向けてっていうところのその目に見える結果っていうものは手にすることができなかったかなという印象です。まあ監督もメンバーも変わっているので、まあ短い時間ですが、やれることだけをやって前向きにやっていきたいと思います。まあ、チームとして1試合でも多くやり続けたいですし、上だけを目指してやっていければと思います。まあ最初に言うべきところはやっぱ本当クラブとの代表は違うので、まあ、どれを還元できるかというのは全く分かんないですけど、まあ、シチュエーションだったりそういう出すべきタイミングで出せればいいと思いますし、それが、どういうものなのかは自分では分からないので、まあ、とにかくやれるべきところだけをやれればいいかなと思います。まあ少ししか時間ないので、はい、リラックスできればいいですけど、どうですかね、まあ、体も少し動かすべきだと思いますし、何も考えてないです。はい、ありがとうございます。はい、ぜひ見守りを待ってください。はい、お気で19番で、はい、ありがとうございます。すみません、お疲れ様です。